はい、デスリー、スーパー G トレーニングビブ1近江。あ、ピンボケだ。では行きます。ちょっと待てよ、最初の選手下まで行くから。よいしょ。いやー、ピンボケする。天気良すぎる。スーパー G。 はい、ホテル。私行きます。ランワン。はい、アリー、クローチング手の位置しっかり前にするんだよ。はい。表面の雪が少し動くから内側乗らない、外足にしっかり乗ることで、でクローチングの手の位置気をつける。はい。はい、アリス。いやー、ピンポケでするのは天気ダメだな、やっぱ。行きます、お願いします。はい、しっかりスタートからスタートダッシュもしっかりやることね。クローチングの手の位置、昨日言ったみたいに肘をしっかり絞ること。はい。ゆうな、ランワン。はい、さつき、いいかい、昨日みたいにお尻を入れないことね。お尻を入れないこと、手の位置をしっかりクローチング前に出すこと。はい。はい、さつき。はい、しずく、いいかい、昨日言ったみたいに左足外側の時に腰を開かない、外腰をしっかり前の方にグーッと入れておいで、でクローチングの時の手の位置もうちょっと前だよ。はい。しずく。はい、リワコ、いいかい、リワコ、外足しっかり乗るよ。雪が少し動いてくるから外足しっかり乗らないと雪と一緒に内側乗っちゃうからね。いいかい、でクローチングの時の手の位置、顔の前だよ、前。はい。はい、リワコ。お願いします。はい、あわ。はい、ミュー、オッケーだよ。いかい、しっかり手の位置を前に出すこと、顔の前にしっかり出すことね。いい、手の位置を近くしちゃダメ、肩下げといて。はい。雪に反応するんだな、ボケるんだな。ランワン。はい、モモ。モモね、初日だから、クローチングそんな組まなくてもいいから、立ったままでもいいからね。いい、しっかり上から丸い子で滑ってみな。はい。ランワン初日スーパー G。 いや、天気良すぎて反射に 反応してんだな。スーパー G 初日、何やってんのよ、漕ぎ方から。高い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 、何よこれ、ふざけてんのかこれ。はい、行こう。 なんだよ今の試合。行きます。はい、文志郎、一回脇締めて肘しっかり畳んでおいで。はい、文章、ランワン。引っ張っちゃダメって言ったじゃん、昨日。ポコスカターン。あ、どうしよう。引っ張っちゃダメよ。ダメよ、大使みたいにあんなスタート早くしたらダメ。もう少し間隔空けろ。本当におバカ、この野郎。スタンス、スタンスよ。はい、いいかい、表面の雪少し柔らかいからね、長く乗ってて、長く頭の位置を絶対高くしちゃダメ、肘をしっかり畳んでくることね。はい。はい、ジン。なんでジンこのグループにいるのよ、違うグループじゃん昨
お尻お尻どこまで下げんのよおじん。はいコスケ、表面の雪少し柔らかいからね、内側乗らない。はいコスケ。はい大勢、いいかい、急激に手を動かさないことね。手の位置もう少し前でクローチングしっかり組むこと、肘をしっかり畳むことね。コスケお尻低い、お尻低い、はい、お尻これじゃスキーが刺さってないよ。今日表面の雪少し柔らかいからスキーが少し外に出されてくからね、しっかり外足乗ること。クローチング昨日言ったみたいに顔に近いところに手を組むんじゃなくて、もう少し手をまっすぐ前に伸ばして肘を畳むことね。はい、どうも。はい東郷、今日初日だからそんな無理しなくていいよ。一回上の方からしっかり丸くターンしておいで、長く乗っといで、まっすぐ行かないで。はいはい東郷、ランは初日スーパー G。 はーい コータも初日だからまず板に慣れることね。まっすぐ行き過ぎないで上から丸くターンしておいで。いいクローチングだな。はい、すごいクローチングだな。はいコータ、初日スーパー G ラン1。はい行きます。はいとは、いいかい、昨日言ったことしっかりやろうね。クローチングの手の位置注意する、手前だよ、前出しておいで。はいはい、次の人すぐ無線入れる。アルマ行きます。はい、ある、いいかい、手の位置をしっかりクローチング前出すこと、かい、肘を畳んで肘を下に向けながら頭が内側に入らないようにターンしておいでよ。はい、まっすぐ行き過ぎじゃない。はい、アルマランワン。はい、ひなた、いいかい、しっかり上から丸くするんだよ。昨日みたいにまっすぐ行ってターンの甲をちっちゃくするんじゃないからね。でクローチングは昨日言ったみたいに手の位置が前だよ。はい、オミ行きます。はい、オミ、ちょっと待ってね、ポジションビデオのポジション変わるからちょっと待ってください。はい、オミスーパー G ラン2。しっかり前、ショーマ行きます。はい、ショーマ、さっき言ったようにクローチングほどいた時目線を変えないでいくんだよ。お尻高くしといて。はい、もっとお尻高く、もっと肩下げろ、もっと肩下げろ、オミもっと肩下げろ。はい、ショーマラン2、ほらほらショーマ。はい、行きます。はい、アリス、腰を開かないように内側足をしっかり同じ方向に倒すんだよ。内側乗らないように手の位置もうちょっと前だよ、肩前、クローチング高いよ。はい、ラン2。はるか行きます、お願いします。はい、はるか、クローチング全然高いよ。もう少し肩下げな、肩を丸くして下げてくる。よし、はい、よし、だいぶ良くなった。お願いします。はい、アリス、ラン2。はい、ユーナ、ユーナも手の位置が近いよ、顔に、口元でよ。もう少し前に伸ばすこと、肩を下げてお尻を上げるクローチングだよ。はい。顔に近いからね、でお尻が低いクローチングがダメ、肩を下げてお尻を上げる。はい、しずく行きます。はい、しずく、クローチングすごい良くなってきてるよ。絶対に上体を上に上げないこと。はい、1個でターン。オーバー行きます、お願いします。はい、さつき、ラン2。
はい、アワー。クローチングはすごい良くなったよ。もう少しお尻を高くして、すね、足首をぐっと前に押すことね。いい。で、クローチングをほどいた時に目線を変えないでターンしといて。はい、しずく。稽古行きます。はい、リワコ。はい、リワコ。リワコ、手の位置ね。手の位置が顔に近いとこじゃなく、もう少し手を前に伸ばすこと。はい、アワ。はい、ミュー。いいかい。クローチングターン、もう少しスタンスを狭くすること。内足が引っかかってるからね。手の位置がもう少し前に出して肩を下げてくること。はい、近いよ。スタートの感覚考えないとダメだよ、アホ。もう動きます。お願いします。だから外腰を前のビンディングぐらいまでグーって乗せといて、腰絶対外に向いちゃダメ。はい、はい、みよ。そうそうそう、これぐらいのクロッチスタンス幅の方がいい。もも、ラントゥ、腰を外に向けないよ。腰がちょっと外れちゃう。ここここここ、前半ここで外に向いたらダメよ。体がこういう風に、今のダメ。これだとこう全然タイム出ないから、もう少し体がスーッと前の方に落ちてきて、外腰が外のビンディングラインまでグッと前に出。はい、空ラントゥ。腰をちょっとこういう風に、綺麗なんだけどな。絶対抜かないで、次のターンまで長くのといて。いい。次の方向に向けないで。はい。おじ、スーパー G でダブルストックやってます。ちゃんと守ってます。そう。ジン、ここでお尻上げるぞ。低くしないで。そうだ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 。よし。はい。はい、分しろ。ここ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 で引っ張るな、ほら。ブン、ここのここさ、ここ。よし、そう、抜く、長くない。長く引っ張り、引っ張んないで、長く。すー、耐えてこい。あー、一回で来い。少しグッと下げといて。はい。はい、ゴー、ラントゥ。これこれ、何もしないで体だけ倒すな。これ。なんだよ、そんな遅れる必要ない。肘、肘もっと下げろか。はい、はい、タック、ラントゥ、スタンスの幅。うん、こっちがやっぱり体が倒れてくな。こっちこっちこっち、腰がちょっと見てみ、お尻がセクシーヒップラインが出てるから。もっと長く、抜くな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 。少し肘をしっかり下に向けておいて。いい。でもう少しスタンスの幅、クローチングの時のスタンスの幅ちょっと狭くして、すねをしっかり押す。はい。わー、ランの雪煙半端ねえな。腰がなんでこうやって一回一回外に行こうって。もう30センチくらい今の肩の位置を低くして、お尻を高くして、すねをグーって長く押しておいて。よし、これぐらいでいいよ、大使のクローチング。これだとまっすぐすねが綺麗に押ささるから。ほらい。で、下のスルーゲート1個で綺麗にターンしといて、イン行くんじゃなくて1個でぐーっと大きくターンしてくること。はい、そうだ、我慢する。遅れても大丈夫。遅れてもこのまま長く引っ張っていくのよ。大丈夫だよ。あー、ここで1回切るなよ。で、下のスルーゲートみんなインインで来るけど、1個目なんて2個目狙って大きく綺麗に1個で回っといて、2回でエッチングしない。はい、すー、抜くな抜かない抜かない、ここで抜かない、そこで力、こう抜かない、ここで
東京行きます。はい、SK です。東京行きます。はい、コータ。コータ、クローチングもう少し手の位置を絞って前にすること、膝の前に肘があることね。手前手前手前。はい、はい、どう。やったらスピードねえな。この前行きます。はい、ある。クローチングまだちょっと高いよ。肩の位置低くする。クローチングは絶品にうまい。はい、行きます。はい、陣海。はい、行きます。もう一回、誰？はい、行きます。あ、トワか。トワ、トワね、発音悪いから宮下って言って、無線で今度から。はい、ラントゥ。スピードがちょっとないな。トワ、これターンの、なんでこんなにターンしないでまっすぐ入るの。上から丸くターンすんだよ。はい、ひなた。では行きます。はい、しょうま、ちょっと待ってよ。ね、スキー1個分ちょっと狭くしよう。スキー1個分狭くして、スルーゲート、体が高いからね、そこしっかり、低い姿勢で入ってくること。下のターンのセクションはいいよ。クローチングターン、スタンスを1個狭くして、すねをしっかり前に押すこと。はい、すること。クローチングターンの手の位置を前にして、お尻を高くすること。はい、よしこっち綺麗にターンできるようになったな。そうそう、クローチングターンは少しスタンスを1個入れて、よしよし、切り返しといて。はい、はい、読み。ここ、こっちこっちこっち、ほら、こっちがまっすぐ入れるのに対して、こっちが体が先に入るから、足がこうガク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 するの。これ、どんだけバイブレーション効かしてんの。腕だけが上がるんだからね。はい、はい、あり。手の位置、手の位置が外側の、そうそうそう、そこで我慢する。そう、はい、行きます。お願いします。はい、いいな。左足外側の機能、はい、あるか。ランスリー、さつき行きます。お願いします。はい、さつき、ターンが早く終わりすぎてるよ。次のターンまでしっかり、もう少し長く引っ張って、上に伸び上がらないようにする。クローチングの手の位置、まだまだ手の位置が近いよ、顔にね。はい、ゆな、しっかり行きます。はい、しーちゃん、すごい良くなってきてるよ。いいかい、しーちゃん、内側の失礼ね、外側の腰を、外に残さないように、前のビンディングまでぐーって乗せるんだよ。外に開かない。次行きます。はい、ジーン。ジーンね、昨日言ったこと守れてたね。いい、両方の手をしっかりターンの終わったら前に持っていくこと。お尻を下げないで、お尻を高い位置にして、スキー靴の前をしっかり押すことね。クローチングね、もう一回やってこよう。はい、しずく、こっち側、こっち側が、内側もう少し。お願いします。はい、リワコ、いいかい。クローチングの時の手の位置ね、体に近くないことね。はい、ジン、ランスリー。
こう。はい、青。オッケーだよ。青、もう少しスタンスの幅広くてもいいよ。頭を起こしてターンするときは、ちょっと上体かぶりすぎだよ。手の位置は、だいぶいい。ああ、一個でターンしないとダメ。はい、青は。はい、みゆ、いいよ。青は来たわ。大丈夫わ。桃さん行きます、お願いします。はい、桃、左足外足の時に体がまだ外向いてんのさ。タイム出ないからね、回ってる方がいいから。はい、もうランスリー左足、こっち側の時の、そうそうそう、外側の肩もう入れちゃっていいから、そうそうそう、それぐらいの方がいい。腰を決めて外に体向いてる方が遅い。そう、それぐらいでいいのよ、もうもう。少しかなり、よし、だいぶいい、だいぶいい。ターンが効いてないから全然。もっと肘しっかり畳んで、肩丸めて。はい。こう腰がこうギュッと外にアンギュレーションを決めるのがよく嫌だな。はい、行こう、ランスリー。こっちこっち、肘、これ肘畳め、もっとオーブランスリー。クローチングターン、絶対次のゲートにグッて引っ張っていかない、抜かないでいこう。はい、行きます、お願いします。スタンス狭くすること、肩がまだまだ外側に構えたまま、もう少しハーフストックやるぐらい。はい、タックスタンス。うわー、こっちがやっぱりな、割れたまま。こっちほらほら見てみ、腰を外してターンするじゃん。ここが課題だよ、タック。ここここ。わあ、まだまだ内側だ。はい、ランスリー、スタンスクローズ。行きます。はい、コウスケ、いいよ。ああいう風に溢れてても焦んないで、次のゲートまでグーって引っ張っていけばいいから。はい。うわ、これは好きになってねえなら。はい、体勢。ここでギャンって伸び上がんな。ここでしっかり低い位置で。開始します。はい、大使、スタンスの幅はすごい良くなった。あれぐらいの方がいいよ。はい、コウスケ、開始します。はい、SK、 OK。 お尻が低い。緩斜面から急斜面入るとき、クローチングから起き上がるとき、立てすぎだよ。頭の位置、目線変えずに切り返してで。はい。まだよくね。もう一日やんでダメだな、スーパー G。よし、SK。まっすぐ行き過ぎ。うれ、お疲れ様。はい、トッキ、いや、トッキじゃない、東郷。ちょっとこの起き上がった時にスピードが足りないんだよな。アルバイトます。はい、アルちゃん、オッケーだよ。いいかい。はい、コウタ、もうちょっとやっぱスタンス狭い方がいいかな。宮下行きます。はい、オッケー、宮下、滑りはいいよ。はい、
あるちゃん。よし、頑張れ。手当ていきます。お願いします。一瞬。はい、ひなた、オッケー。大きくターンできるようになってきたよ。はい、見ました。あれ、さっき言ったじゃん、これポールの横でなんでターンしてんのよ、スーパー G で。これもっと上から丸く、これこれこれ。はい、ひなた、積極的、しつこい。どこまでクローチング組む。いいから、もういい、ほら、それで遅れたら。お前、しょうま行きます。はい、しょうま、ちょっと待ってよ。1個出た。はい、ジュース、デイスリー、ランワン、空。こんにちは。はい、ゴーオッケー。いやー、やっぱ天気いいとフォーカスがおかしいね。はい、オッケー。1本目だよ。1本目しっかり集中してくることね。ガイ、スルーゲート過ぎてから昨日ミーティングで言った通り難しいセットになってるからね。はい、行きます。見えます。お願いします。はい、見え、 OK。 もう一回行きます。はい、しずく。はーい、いいかい、ももちゃん、ストレート入れます。はい、はーい、青、いいかい。昨日ミーティングでも言った通り3日目になったら難しいセット立てるよっていう話したよね。今日は駐車面の落ち込みから振り幅きついからね。そこ同じように入ってきたら遅れるよ。はい。いやー、すごい天気良すぎてピンポケ。はい。はい、ジーン、ジーンも高い位置から入ってこないと。で、はい、ではこう、ランは。はい。そうだ、よし。お兄ちゃん。入れないセットになってるからね。昨日ミーティングで言った通り、3日目の GS はしっかり前半を作れない選手がゴールできないようにセットしてあるからね。急斜面しっかり上から入ってて。はい、よーし、そうだ、ジ、よーし、そう、じゃあ行きます。どうも。さあ、しっかり高い位置から決めてこい。この次、よーし、そうだ、ここでしっかり乗る。よっしゃ、測っていきます。はい、はい、しょうま、ラワ、はい、あり、一回、昨日までとセット全く違うから、これないとゴールできないようにセットしてあるから、3日目、ミーティングで言った通り、前半しっかり作ってターンできないとダメだよ。はい。
お願いします。よし、ありなも。はい、はるかも落ち込みからね、昨日みたいにまっすぐ縦長に行けばいいセットじゃないからね。3日目難しくしてあるからね、ミーティング通りだよ。はい、はるか、はるか、漕ぎが甘いよ。翡翠さん、女子は大丈夫ね。女子は男子インスペクションの後にもう滑らせても OK だね。ちゃんとインスペクションしてるわ。あ、ゆな、失礼します。あ、そら、ちょっと待って、今インスペクション先入れるから。元気お声で。はい、そら、ラントゥ。はい、この辺の動きの止まるのがちょっとノーよの。もう一回行きます、お願いします。形じゃないんだ、形じゃない、形。はい、ももか、いいかい、外側の腰を絶対外に開かないこと、いいかい、内側入れといて。アイミューランワラントゥ。腰、腰、こっちこっち、これお尻が先にこのポールの方に向くのがダメなの。ここ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 がダメなのよ。ここ前半の入るところの腰の向きがダメ、スキーが遠いから。はい、さつき、オッケーだよ。1本目よかったよ。すぐ行っても入れないからね、しっかり上からターンしておいて。はい、はい、さつき。もう行きます、お願いします。はい、オッケー、しっかり動いておいでよ。後ろに体残らないようにすること。はい、しずく、よく行きます。こーれ、しずく、2本目も同じ失敗しちゃダメ。難しいって言った時は。はい、リワコ、いいかい、体が後ろに残らないんだよ。いい、頭が起き上がらないようにすること。いいかな。はい、はい、あわこーれ、2本目も同じ失敗してる。昨日のとは違うよ。はい、リワコ、オッケー。はい、ジン、ちゃんとインスペクション通り滑ってたよ。両方のストック、両方の手が後半に前に出てくるともっといいね。はい、ここに行きます。感じのやつを思い出してね、足首、すねを先にグーッと入れて倒してくるんだよ。お尻を絶対に下げないこと、内側に入れないことね。はい、ジンとオミとかショーマ滑れるのに、あの6年もあのボンズどもは本当にまっすぐばっかり行って、本当。はい、ショーマ。はい、はい、おみ。そう、今日はこっから難しいよ。はい、行きます。はい、ホタル、ちょっと詰まってたけどいい、お尻を一回グーッとシテミングみたいに高い位置まで上げるんだよ。はい、ショーマ。
ップしてきます。はい、アリよかったよ。一回降ってるところ急斜面落ちてくぼみからね、三層機深い。はい、ホタルラントゥ、はい、ステミング気味に顔を調げる。しっかりもっと高い位置。おーれ、お願いします。お願いします。はい、はるか、1個目のスルーまではしっかり縦に縦に行くパートになってるから、スルー過ぎて 1,2,3 個目の青の入り、ここの入射角からのタイミングが問題だよ。そこを下長くなっちゃうと下長くなるからね。ちょっと遅いよ。はい、次に攻めるパートインスペクションで行くとね、で1個目のスルーゲート過ぎて 1,2,3 個目から1個急斜面入ってくるんだけど、そこの3個目の入り方、そこのきっかけをしっかり上から高い位置で抜けて、すぐ膝を返して下に向けてからストップをスキーの、ね、先端を下に向けてから入れば全く問題ないから。166タク行きます。 OK タク。無線の前にみんな集めれるか。これいいな、頭使う、頭同じことばっかりやんない。お願いします。ラントゥもう一回、あ、違った、タク、はい、インスペクションし直し後、はい、オッケーよ。はい、コウスケ、ラントゥインスペクションやり直し後。いいかい、お前たち3日目になってまっすぐ行けば早いセットは立てないって言ってるからね、その辺しっかり頭使って今日来ること。はい、ゴーします。はい、ゴーゴーもそうだよ。スルーすぎて3つ目、ゴー、お前は一番頭使わなきゃいけないんだからね、全部同じターンしてもしょうがないよ。全国大会行ったらそんな簡単なセット立たないから。はい、はい、大使、先生行きます。はい、ブーンブーンもね、 1,2,3 個目のスキーの先端を下向けて入る、上は攻めるパート、攻める場所を上からしっかり入るパート切り替えていかないとダメ。はい、はい、ブン、何キロ成功。はい、ラン、いいかい、何回も同じことやらないぞ、手絶対広げるな、はい、手まっすぐ前に出して滑るぐらいでいいから、思いっきり意識力しっかり持って、高いモチベーション持って滑んないとダメ。はい、よろしくお願いします。体重につきフリースキー、やってもできないんだったらフリースキーだ。はーい、いいかい、インスペクションし直した通りね、スルーすぎて 1,2,3 個目、3個目をスキーの先端を下向けてから入るんだよ。はい、キセイさん、ランもちょっとフリーでもう一回 やり直す。はい、アルちゃんいいよ、アルちゃんもインスペクションもう一回し直した通りね、スルーすぎて 1,2,3 個目、シャドウがきつくなるところに振り幅のあるセットが立ってるからね、考えてくる。そう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 、はい、ラン了解しました。コータ行きます。はい、コータ、スタンスをもう半分にしよう、半分に、スタンスの幅を半分にしなきゃダメよ。はい、あ、
出るの早いよ。とこ手の位置ね、手クローチングほどいた時の手の位置をしっかり、お腹の前、お腹に力が入る位置にキープしようね。そうだ、よし、もうちょっとスタンスがクローズでもいいんじゃないかな。ちょっと遠いな。そら、一回固まるのよ。固まるのがね、本当に嫌だね。もう少し体が動くっていう形。ランスリー、外側大きく動かすぞ。はい、ミュー、オッケー。ミュー、一回2本目も同じ失敗しちゃダメだよ。スタンスをあまり広くせずに、外腰が、外に向かないようにしようね。はい。ブラ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 するから、スキーの前半入るところで腰の向きをしっかり気をつける。外側の肩をもう少しグッと入れてきてもいいから、内側に、外側の肩ね。はい。そこも上から入りすぎちゃダメよ。はい。そうそうそう。そう、もも、そういう入れ方だ、そう。スッと もっと入れてこい。そう。はい、しずく。一回、急斜面の終わりの部分は深くなってるから、そこしっかり対応するんだよ。ターンの、はい、さつき、ランスリー。はい、オッケー。腰が外に向いてるよ。はい。おらしちゃう、よし。あ、まっすぐ行くんじゃダメよ。上からしっかりターンして腰が外に開かないこと。腰が全部外側に向いてポール側にお尻が残ってるからね。そこしっかり気をつけよう。はい。あー、巻きすぎな。なんでこんな巻いてんのよ。159言うな。そう、お尻を外さないんだよ。ターンの前半にこっち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 。はい、タクランスリー。さあ、昨日みたいに行ったところでゴールできないぞ、このセットは。体勢いきます。はい、体勢、よーっけー。ちょっとほら内側なんだよね。ラインはもう完璧。ラインは言った通りにしっかり3層決めの入りから、その返しのスキーの方向の向け方も最高だったよ。はい、はい、上のパートは攻めるパートだろ。で、言ったところ、1,2,3 つ目の入りから返しのところ、その辺をしっかり考えていかなきゃダメ。それと体が内側に倒れてたら絶対入らないから、足元しっかり作って降りてこないとダメよ。はい。今日みたいにね、簡単なパート、難しいパートが分かれてる時に下のパートばっかり意識すぎて上がね、巻いて巻いてきたらダメよ。上は全開でいくこと。スルーすぎて3つ目の青、そこの入りから返しを早くするだけ。
はい。対し一回スタンスちょっと狭くしよう。スタンス一個狭くしてあげること。で対しもそうだよ。一回ユースの時みたいな簡単なセット全国大会で立たないからね。スルーから抜けて三つ目の入りからの返しを下に向けて入る。そこだけだから。はい対しオッケーよ。スタンス一個狭くしよう。はいエスケー。一回、昨日、SK、スルーゲート過ぎてから、1、2、3個目、シャドウが急になっているところの入り、もう少し、高い位置から入ろう。で、そこが入れば、次の返しの赤が、トップを下に向けてから入ってこれるから、そういう風に入ってこないとちょっときついからね。はい。3本目 ?3 本目 SK。はい、おみよ。あ、岸さん、女子さ、4本目に入る前に、コース整備入れようかな、全員で。おみ。よーし、どうみ。ここでしっかりすねんでろ。うん。はい、オッケーよ。よし抜けた。よしここでお尻下げない。ケツ上げろケツ上げろ。そうだそうだそうだ。よしランスリー。いいか。はいジン、ターンに合わせてゆっくり両手を前に持ってけよ。よしおま、こっちだ。しっかり乗れ。こっち、あーちょっときついか。ほれ、そのラインはダメなラインこれ。お、ホタル4本目じゃなかったっけ。そうですけど、1本遅れてるんですけど。オッケーオッケー。そしたら、はい、ホタル。こっちのスネ、こっちのスネしっかり入ってきたよ。さあ、この入り。この次。もっと上だ、もっと上から来い。はーい、とこいよ、オッケー。あ、ホタル、抜いてもさ、練習だから滑ってていいよ。うん。止まんない、止まんない。ホタル行きます。滑っていく。はい。はい、コータ、ランスリー。はい、リワコいいよ、オッケー。はい、リワ。誰？あるよ。はい、あるよ。オッケー。全員でコース整備。はい、あるじゃん。はい、全員でコース整備。ラ。ハーフストック肩入れない。よし、置いて。
あれもいいよ。よし、引退宣言撤回まで来てる。もっとよ、もっと右腰入れろ。あ、しこせびをいいな。ラスト2159。腰やめろ、腰やめろ、腰をやめろ、腰を。はるか、緩斜面巻きすぎ巻きすぎ、もっと縦に縦に行きな。遠慮すんな、もうあと2本だよ。はい、お願いします。はーい、はるか、ラスト2。もっと元気よく来ないとダメだけど、スタートから。はーい、みゆー、元気よくおいでよ。最初の漕ぎが3走機ぐらいまでガンガン漕ぐ。はい、おーべ、もも行きます。お願いします。はーい、ももちゃん、ラスト2本だよ。よし、スタンスはこれぐらいの方がいいんじゃないかな。さつき行きます。お願いします。はい、さつき、オッケー、ラスト2本。はい、もも、腰、お、そうだそうだ、腰を、そうそう。はい、しーちゃん、一回中盤ね、中盤、両方の手をしっかり前にリードし、ラン。お願いします。はい、見るよ。スキーずらすな、ずらすな、おい。もも行きます。お願いします。はい、もも行くよ。ラストね。